皆さんこんにちは、北村光と申します。いつも動画ご覧いただきましてありがとうございます。今回ですけれども、今回はちょっとリクエストを含めた3つの内容について占ってみようかと思っています。まあ、2つはちょっと重なっている内容になるんですけれども、まず1つ目は、リクエストいただきました、憲法改正について占ってみます。で、2つ目はその憲法改正に関わる緊急事態条項という案っていうのは採用されるのかっていうのを2回目に占ってみようかと思っています。で、最後です。最後は岸田総理を占ってみようかなと思っています。任期も多分9月までで、9月に選挙があるんかな。だからちょっとどうなっていくのかっていうのを占っていきますね。じゃあまずは憲法改正占ってみようかなと思っています。今ね、パリオリンピックで皆さん日本の選手応援してるかと思いますけれども、その間で実はいろいろと政府が動いているような感じはしますけどね。アメリカの GHQ にやられてるんですかね。皆さんでもオリンピックを、オリンピックを応援することはね、いいことですけど、その間にね、別のことでちょっと細工されてね、国が変な方に行くのはちょっと嫌ですけどね。前回もそっち、北京かな、冬のオリンピックが終わってから急にロシアとね、ウクライナで紛争起こりましたからね。ちょっとオリンピックをちょっとね、そういう卑怯なものにしようとするのもちょっとひどいですけどね。オリンピックも平和祭典ですからね。古いね、古いね、歴史がありますから、それをちょっと悪い方向に変えてるような感じがしますけど、じゃあ日本の憲法改正、ちょっと流れをタロットカードでちょっと占ってみようかなとは思っています。でも緊急事態条項がね、可決されたらね、大変なこと、戦争が始まるんではないのかっていう説もありますからね。日本人に生まれたってことは、今日本人で生まれてるってことは、戦争のカルマがね、解消はされてるっていう説もありますからね。じゃあ憲法改正、日本の憲法改正どうなっていくんでしょうか。なるほどね。女性のカードばっかり出るよね。ちょっと伏せときますね。ちょっと憲法改正危ないかもしれないかな。でもこれをちょっとどう捉えるかによってちょっと考えが変わるかな。今はね、すっごい守られているところがあるんです。だからすごい女性のカードが出てるから、すごい女性がそういう阻止してるような感じが出てる。近い未来も女性のカードが出てるから、なんとか今の憲法をね、改正を阻止しようっていう力が出てる。カップの10が出てるからね。だから今の状態の方がすごい幸せですっていうのは出てるんだけど、本当に細工しようっていう気持ちが悪い影響を出てるね。しかもね、誘惑が出てるんだよね。
なんか外部からの誘惑、が出てるかな。まあでもエンプレスの逆位置がね、あの逆出てるからね、ちょっとね、いや危なかったっていう過去もあったからね、まあ、これも女性のカードだからね、まあこれユリコさんではないかな、違うかな、まあでも近い未来、近い未来がまだ女性のカードが出てるから守られてるところは出ると思う、出るんだけど、でも今の状態がやっぱりね、日本はね順調に進んでいる証拠っていうのは出てる、だから今だから改正してない今の状態で、今の状態の方がうまくいきますよっていうメッセージは出てる、でもねやっぱり反対する人は結構多いみたいですよ、だから誘惑を振り切らなきゃいけないっていう意味のカードが出てるからね、外部では、だからもうちょっと言いなりに、まあちょっと外国からの言いなりになってはいけないっていう気持ちはなんか出てる感じはするかな、でもなんかねやっぱり裏ではね早くね変えたいっていう気持ちがなんか政治とか政府とか上の関係では出てるみたいな感じしますよ、だけどなんかまとまってない感じはする、だから個人結構そういう反対する人が多いから、そういう改正に向けてなんか意見がまとまってないっていうのが期待と恐れに慣れてるかな、まあこれもね仲間割れっていう意味でもあるんだよね、まあ、誘惑っていう意味でもあるんだよね、でもこれから見たらね、あのこれをだからポジティブに考えたら、だから何をだから改善すればいいのかわからないっていう意味でもあるんだよね、これってあの正一だから、だから改正したとしても何を改正すればいいのかわからないっていうね、あの解釈だったら改正はないっていうのは出てる、改正はないからで出てる、結局あのそのまあ意見がまとまらないっていう結果は出てるかな、まあ力がねあの救済として出てるからね、阻止するにはねやっぱりなんか不可能を可能にしなければいけないっていうことだから声を上げなきゃいけないっていうのは出てる、まあアドバイスっていうのもね、まあこれはね逆位置だからまだわからない、まだマシなんだけど、やっぱりちょっと政府がね気づかなきゃいけないっていうのがあるかな、まあタロットではねこんな感じでやれてるかな、だから、まあ、身動きが取れない、これがどう解釈するかだよね、まあだからもう勝手にねだから政府がやってしまって結局なんか国民は何もなんか身動き取れないっていう意味でもあるんよね、まあ改正はどうなるかで見てるから、だからないとイエスノーだったらこれだったらノーになっちゃうんだよね、まあ皆さんはどうかし皆さんはどう思ってるんでしょうか、まあちょっと他人事になっちゃう、人事な結果になっちゃったけど、まあちょっと次のあのねあの条項でねちょっと見てみようかなとは思っています。じゃあ次の緊急事態条項どうなっていくのかっていうのをちょっと見てみますね。
まあ排除しなければいけない。だから現実を知らない政府を排除しなければいけないとか。まあでも岸田さんだけじゃないからね。だからその 上がいるからね絶対。じゃあ次に緊急事態条項についてどうなっていくのか。でもこういうのが可決されるとね、だからちょっと日本も大変になるんかなっていうのもありますけどね。ジャカードでちょっと緊急事態条項、日本の緊急事態条項どうなっていくのかっていうのを。なるほどなるほど。なるほどね。面白いな。なんかね、さっきもね、力がここに出た。まあ番号これマルセイユ版だからちょっと違うんだけど、なんかね、救済として力が出てるんだよね。だからまあ今からでもな、国民がね、一人一人がね、ちょっと考えなきゃいけないって言われてる。まあでも見てみると、その緊急事態条項はね、なんか可決はされない感じは近い未来やれてる。まあ今ね、マンネリカードが出てるがある。日本はこのままでいいんだろうかみたいな感じで思ってる感じはするし、なんかやっぱりこれもね、悩みのカードだよね。カップの4が出てるからね、まあ内緒するとか、考えるとか、ちょっとこの緊急事態条項を可決していいのかどうかっていうのを今なんか考え中みたいな感じが出てるよ。考え中は出てるんだけど、やっぱりね、昔のだから、まあ、日本ってね、第二次世界大戦の被害に遭ってます。だからそういうカルマがあります。だからそういうのがね、やっぱりね、また帰ってくるのではないのかっていうのが出てる。また昔のようにね、ループしてしまうんではないのかっていうのが出てるけどね。でもなんかやっぱりね、邪魔が入るっていうのが出てたからね、前からは考えてたらしいけど、やっぱり阻止はされてたような感じが出てるよ。でも近い未来からから星の逆位置が出てるからね、実現できないっていうのが、計画が流れない、流れてしまうっていう意味のカードが出てるよ。でもなんかね、お金のカードがね、結構多いんですよね。だからなんか、しかもね、外部からの圧力に悩まされるって感じが出てる。だから結構政府とかはね、ちょっと可決したい気持ちはなんか出てる感じはしますよ。可決したい感じは出てるし、やっぱり、まあ周囲からやっぱりちょっとこの条項はちょっともうやめてほしいっていう気持ちはすごい出てる。もう外部からは、外部から出てるけど、なんか計画は進んでる感じはするかな。なんかお金でなんか解決されそうな感じはするけどな。でも将来的にはね、
コインの銃が出てるんだよね。これをちょっと、これもね、微妙。これいいカードなんだけど、だから、なんかその、例えばその上皇にね、可決したら、お金いっぱい支援しますよっていう気持ちがあるんかなとか、あるんかもしれないし。ちょっと怖いな。でも近い未来が欲しがれてるから、すぐにはならないっていうのは言われてるから、まだ大丈夫だから。それを阻止するためにはね、やっぱりあの国民がね、やっぱり立ち上がらなきゃいけないとか、反対を立ち上がら、反対運動とかね、運動っていうか、まあ本当にね、あの言いなりになってはいけませんよっていうのは出てるけどね。だったらね、アドバイスとしてはね、これはなんだ、党が出てるんだよね。まあ、アドバイスで出てるからね、これは。党は何だろう。もう一気に、あの、上層部をぶっ潰すみたいな感じなのかな。やっぱり政治を変えていかなきゃいけないっていうのが出てる。これはだからアドバイスで出てるから、まあ、こっちの方が救済で出てるからね。だからもう政治をぶっ潰さなきゃいけないみたいな感じで出てるから、なんか、あの、石丸さんみたいな感じ。まあ、なんだろう。まあ、近い未来はね、これから見たらね、まあ、計画はちょっとすぐには進まないから、この3ヶ月は大丈夫だと思うんだけどね。まあ、あと、岸田さんですね。問題の。岸田さん、ちょっと占ってきますね、最後に。まあ、岸田さんもね、なんか結構、カードで占うとね、いいカードばっかり出るんだよね。不思議。まあ、ちょっと変な悪運的なものがあるんかもしれないし。じゃあ岸田さんね、文雄さんどうなっていくんでしょうか。まあ仕事的な感じだね。岸田さんもね、なんか数ヶ月前にちょっと占ってほしいと言われてたんですけどね。まあでも何回か占ってますからね。まあ、あの日本のね、あの月占いでも時々総理、まあ3枚引きで占ってはいるんですけどね。まあちょっと見てみましょうか。いきなり審判が出てるね。まあ彼もね、流されるようなタイプなんかもしれないですよね。なるほどね。今回ちょっとダメージが大きいかもしれないね。もうね、アドバイスでもね、すっごい出てる。あのね、もう結構ね、彼結構、もう、ちょっと、まあ、ね、あの、アンチの人、もう、岸田さん大嫌いだっていう人だったら、ちょっと、申し訳ないかもしれないんですけど、結構彼もね、結構来てる感じはするよ。もう、精神的に来てる感じはする。ああいう、なんかちょっと強気に見えて、もう心がちょっとボロボロな感じするけどね。なんかもう言いなりな、なんかもう言いなりにされてる感じがするけどね。なんかでも本人はね、すごいなんか本当に日本を変えていきたい気持ちはね出てるんよ。なんか現状見る目をガラリと変えるっていう意味のカードが出るからね。だから本当に日本を改善していきたいって気持ちは強いんだけど、でもなんかもう
カップの5割れてるけでしょ。だからもうなんか敵を作ってしまって孤立してしまうとか、もう最悪な状、なんか今までのだからツケが来てて、だからもう最悪な状態になってしまってるから、もうね、前のことが考えられないってか、まあ、後のことが、未来のことが考えられないっていうのもあるし、もうなんか中身ではもうちょっと嵐の中を進まなければいけないとか、逃げ切れないっていうのがある。困難は続くっていう意味でもあるからね。またちょっと悩みのカードが出てるしね。で、近い未来もね、だから女強行の逆位置が出てるからね。まあちょっと言い方悪いですけれども、まあ今までのツケが来たんかな、ちょっと浅はかなところとか無知なところとかっていうのがあるんよね。だから周囲からはね、結構もう人孤立してる状態だっていうのは言われてるんですけど、まあ人によってはだからね、きちんと仕事はしてくれる、コツコツはしてくれるよとはね、評価されるところもあるけど、もうなんか孤立はされてる、孤立はしてる人だなって思われてる感じはするかな。だから結構ね、敵がいるんだと思うよ、彼の周りには。だから彼を陥れようっていう方が、人が結構いるみたいよ。男女問わず。もうなんかね、ちょっと9月ぐらいにはもうなんかね、ツケが回りそうな感じがする、今までの。だって傷つくとか別れとか損失とかっていう意味のカードは出てる。あと抽象っていう意味でもあるからね。だからちょっとね、もう続けるのはちょっと難しいっていうのは出てるけどね。なんかね、アドバイスでもね、もう諦めた方がいいんじゃないって感じで出てるからね。もうちょっとこのまま継続はねっていうのは出てるけどね。でもなんかあと、救済としてはなんかね、すっごいペンタクルスのキングが出てるんだよね。なんかこの人にね、助けてもらった方がいい。この人が引き継がなきゃいけないっていうのが出てるのかな。総理をする、だから自民党で続けるんだったら、なんかこの人になんか次の総理を引き継いだ方がいいんじゃないのかって言われてるけどね。誰とは分からないけど、まあでも岸田さんに言われたらカップで出ると思うからね。まあちょっと岸田さんもね、そろそろ限界来てる感じはこのカードでやられてるけどね。まあ皆さんはどう思われますかね。まあちょっとまとめてみると、まあすぐにだから憲法改正はないんだけど、あとね、緊急事態条項もないんだけど、その外部からのだから圧力だね。だから他の国からのプレッシャーとかがどうなるかによって変わるよね。まあ結局改善したとしても何を改正すればいいかわからないって出てたからね。まあちょっとね、あくまで占いですのでね、まあ外れるかもしれませんので、その場合はちょっとごめんなさいって感じで、あくまでご参考までにお願いいたします。まあせっかくね、リクエストいただきまして本当にありがとうございます。まあちょっと今ね、去年よりもね、今年暑いですからね。なんか昨日ね、関東でもかなりゲリラ豪雨があったみたいで、だからまずはね、ちょっと熱中症対策には気をつけてください。まあ、いつも動画ご覧いただきましてありがとうございます。北村でした。